はい、どうもー、小川です。カメラこっちだった。今から、またね、パズドラ。今ね、僕の中で一日の憩いの、最大の癒しの時間と言ってもいい、このパズドラの時間ね。いやー、これやってるとね、心がちょっと安定しますよね。なんかね、面白いし、なんかこういう、ホッとしますよ、これやってると。いやー、勝てるかな。いやでも結構ね、なかなかですよね。最初から比べるとやっぱりちょっとは上手くなってると思います、俺も。やべ、これ最後上行けばよかった。黄色が行けた。いや、なかなかいいでしょ。やべ。いや。今のはちょっとダメだな。多分ね。あ、でもこうするともう下に行けねえや。あ、難しいな、やっぱり。7コンボいった。楽しい。めちゃんこ楽しい。7コンボ。ちょっと画面ラグってないよね。よし、見えてる見えてる。オッケーオッケーオッケー。全然いい。いや、これ結構上手くなってるよ、本当に。自分で言うのもなんだけども、これなんだけども。やべ、なんで。ね、このパズル力さ、結構さ、上がったんじゃん、やっぱ思うよ。ほら、やっぱ前が前だっただけにさ、そりゃちょっとさ、褒めてよ。やべ。やべ、やべ、ちっちゃ、何やってんのこれ。まあ、結果オーライです。結果オーライだよ。やべ、何やってんのよ。やべ、ちょっと面白くて無言になっちゃいましたけど、これな、ほんと面白いよな。なんか最近のパズドラの実況でほんと俺面白いしか言ってないような気がします。うん。いやー、どうしよう。あー、無理無理。まだこんなことやらかすんですね。まだまだだっすな。あー、これ結構な。あー、むずいむずい。むずいよ。いや、面白いけど、実況的にはクソつまんね。何にも喋ってないからね。あー、参った。あ、マジで？よっしゃ！やった、いいよ、いいよ、いい感じだよ。
まだこういうことあるんですね。いやいや、でも3個もいかねえな。ちょっとどうしたおい、これひどいぞ。まあ、勝てるは勝てるでしょう。とりあえずは。ねえ、全然死ぬことはないでしょう。いや、面白いぞ。でもやっぱり、これはいいぞ。いや、今のひどいな。何がしたかったんだろう。やば。これ勝てるか。勝てれば勝てるか。ははは。あー、むずいな。勝てれば勝てるよな。お、いいね。よし。あれ？超集中してる。超集中してるよ。いいでしょ、集中した方が。それはやばい。何、うわ強いよこいつ。マジか。いいでしょ、いいでしょ。え、全然食らわねえしこいつ。もうやば、強い。やるなこいつ。え、こいつ強いわ。体力全然減ねえもん。大丈夫かよこれ。やっば強っ。いや、強えな。まずいな。そう、いいね。あー、強いけど、まあ、勝てなくはなさそうかい？何やってんの？いやー、やべ、わかんないわかんない。何にも喋ってねえけど、実況的に大丈夫かな。超集中しちゃってるけど、面白すぎて。
いいね、いいね。勝てるよ、これ。いける、いける、いける。いけるわ。これはいけるから。やべ、でも攻撃の色がねえな。あ、むずい。やべ、どうしよう。やべ、何やって、よし、来た。落ち込んだよりっていうね。やべ、勝ってる勝ってる、いける。もうこれでとどめさそう。いける。いけるよ。これでいこう。いったべ。よし、来たー。来たぜ、来たぜ。これ何を合成していいのかもわかんないんですよね。まあでも適当にやっていくか。合成ってか、売るか。はい、今からね、ガチャ。今の無言の実況だけじゃやっぱ終われないですよ。ガチャ。ちょっと引いていきます。あんま引かない方がいいんですけどね、今は。ゴッドフェスまで待った方がいい、絶対。ただ俺は、それでも引いてみせる。金をな。行くぜ。うわぁ！うわっし！って誰これ？誰これ？誰やん？ウリ？ブリトラ？名前、ブリトラ？なんか見た目めっちゃかっこいいけど。あ、でもドラゴンと神タイプの攻撃力が 1.5 倍になる。イザナギと相性がいいみたいな。あー、どうなんでしょう、ブリトラ。だ、俺はでもこれ見た目が結構好きですね。見た目がね。かっこいいわ。いや、でも結構金出るな。割とね。やった。あんなかっこいいモンスターが手に入るとは思わなかったよー。はい。要はね、ちょっと無言になったんですけど、まあ面白すぎたってことで無言になりました。はい。まあね、初心者で、クソみたいなパズル力でどこまでいけるか、今後もね、検証していきたいと思ってます。では、次へ。じゃあね。